はい、今回は前ジャンク市で買ったレーション MRE ミールレディートゥーイートっていう非常食、戦闘用非常食を開けて食べてみたいと思います。でこれ自体は300円で購入しました。1袋300円、いくつかあったんですけど、今回はメニューナンバー3ってやつを、まあ、見て食べてみたいと思います。結構見たらまずいって言ってる人もいたし、いや意外と美味しいよって言ってる人もいたんですね。だからまあ食べてみようっていうことです。見た感じボリュームはだいぶありそうですね。じゃあ開けてみて食べてみましょう。はい、物自体はこの感じです。ミールレディートゥーイートって書いてて、インディビジュアル、うん、メニュー3ね。チキンヌードル、チキンヌードルズ and ベジタブルズ and インソース、うん、 MRE はミールレディートゥーイートの略みたいですね。うんって感じ。じゃあ開けてみましょう。僕も初めて食べるんで、こうか、初めて開封します。その場で食べられる非常食、戦闘食っていう感じでこれ出回ってるらしいですけど、なんだろう、クラッカーズって書いてある。クラッカーズ、クラッカーでしょ。で、なんだろう、小物類、調味料とかなのかな、わかんないけど。で、ビーフスナックストリップって書いてあるんで、ジャーキーみたいな感じかな、多分。ニュートリションっていうのは成分表ですね。成分表が、まあ、そうそう、いろいろ書いて、塩分がいくらとか、タンパク質がいくらとか書いてますね。で、あ、スプーン。スプーンが入って、キャンディー、トーフィーロールズってなんだろう。キャンディー、トーフィーロール、わかんない。お菓子っぽいね、一応。んで、なんだこれ。チーズスプレッド、チーズのなんか液体なんでしょう。チーズスプレッドって書いてある。塗るやつ、チーズで、ベバレッジベースパワーパウダー、オレンジ、あー、オレンジ色のタオルね、ジュースのパウダーが入ってるって書いてある。なんだこれ、食べ物じゃなそうだけど、ヒーターって、これで温めるってことかな。で、オペレーティングインストラクション、あ、使い方が書かれてますね。このバッグに、あっちのパウチを入れて、なんじゃらかんたらって書いてあるね。水入れるってことか。水を満たすと、あ、この線から上には入れないでって、ここまでに水入れて、パウチを入れたら温まるよって。で、石の上に置いてから固定しとけって感じかな。なんか北海道みたいなのが入ってますね。で、これ袋がある。ホットベバレッジパック。ホットベバレッジパック1。あ、さっきの飲み物のやつに水を入れてから温めたらいいんじゃんって感じかな、これ多分。だと思う。で、これ、なんだこれ、チキンエッグヌードルズ&ベジタブルインソース。あ、まあ、説明書みたいな感じかな。ミリタリーレーションアラグッドパフォーマンスミールスって書いてある。トップパフォーマンスって書いてあるね。いいもん食って戦おうぜって感じ。ロスオブストレングス、そうだね、いいもん食べようって感じだね、戦うために。これがメインでしょうね、チキンかな。数値があるけどわかんない。チキンって書いてある。チキンとヌードルズ、チキンヌードルか、要は一緒か。そう、そういう感じ。裏には何もない。これも多分メインだ、ね、数値がなんか気になるところですけど、よくわかんない。ナッツ、ウェイズン、ミックス。あー、軽食だね、多分。はい、という感じのものです。これ開けてなかったの。これをちょっと見てみましょうか。中身。でも、細いものですね。いろいろ入ってるね。あー、よく見る。タバスコのソースも入ってる。
これなんだろう、タブレットが入ってる、ダムかな。んで、あ、マッチじゃないこれ多分。で、マッチでザーデザインドエスペシャリーダンプなってはいるね。濡れた時と長く露出された時、放置された時はつかないよって書いてる。普通のマッチが入ってます。んで、あ、ソルト、塩で、モイスト、あ、濡れティッシュか、濡れてるか分かんない、もう時間がどうか。なんだこれ、来店発、あ、お手拭き、誰もするお手拭き、これなんだ、クリーマー、ん、クリーマー、なんドライドライド、あー、あれだ、クリープだ、多分コーヒーのクリーム、クリーム、クリーム、あと粉で、砂糖、シュガー、これなんだ、あー、コーヒーって書いてあるね、カーフィー、インスタント、タイプ3、タイプ3ってなんだ。で、乾燥されたやつで 15g ですよってことで、タバスコのソースという調味料セットだね、がついてました、小袋に。これは品質保証されてるか分かんないから自己責任でって言ってた、ね、書いてった。基本的には全部どこからでも切れますみたいな感じで、いらないやつもナイフとかいるかなと思ったんですが、結構すんなり。おー、まあ、粉ドリンクの匂いですね。そんな多分市販のものと差はないような感じがする、匂い嗅いだ感じ。毒々しい色はしますが、してますけどね、匂いとかは変わんない。オッケー、こういう、オレンジっぽい色ですね。に水、閉めて、ちゃんと密閉してって書いてある。ヒーター自体はこういうやつ、北海道っぽいですよね。北海道の分断されてる感じです。食べないでくださいってこと、ね、構成って書いてます。で、なんかね、石に OK って書いてね、こういう感じにしてって書いてある。ナッツレーズンミックス、まんまだと思うけど、まんまでした、普通のナッツとかがあって、おつまみセットみたいな感じですよね。うん、味は、塩、味気ないね、あんまり味がない。これビーフスナックストリップ、ジャーキーだと思うよな。すごいね、テカリが、匂いもする。いただきます。まあ、なんとも言えない味、食感がちょっと、グミに近いのかな、もそもそという感じかな、食感的には。味は、まあ、ビーフといえばビーフだけど、そんなにビーフのガッツリ味をするわけでもないね。キャンディートーフィーロールズってやつ、
なんだろう、お菓子っぽいよね。あー、普通のお菓子だね。チョコみたいな味のするお菓子だね、多分。コーヒーなのかチョコなのかみたいなやつ。いや、そう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 、キャラメルだ、要は日本で言う。で、一応なんかね、区切りがあって一個ずつ舐められるようになってるね。ちょっとずつ食べるみたいな感じ。味はまんまキャラメル、美味しい。アメリカのお菓子って感じの味ですよ。ほんでクラッカーって、よいしょ。まんま、まあ、ソルトクラッカー、ナビスコのあのソルトクラッカーって感じですよね。もうね、形状からなんとなく分かってますけど、味はどうなんでしょう。白すぎて白飛び。あのソルトクラッカーではないかもしれない。どっちかっていうと、あのケンタッキーにあるビスケットみたいな感じですか。なんだっけ、ビスケット、スコーン、そうそう、スコーンっぽい味、淡白なスコーンって感じ。スコーンプレーン味に近いかな。で、多分これにね、このチーズスプレッドをちょっとスプレッドしてみましょうか。こういうやつか、なんか黄色とオレンジの液体、混ざった液体って感じ。なんだろうね、わかんない。舐めた感じ、チーズじゃなかったけど。食べてみましょう。あれ、オレンジ、クラッカーがオレンジのチーズ挟まれてるアメリカのお菓子あるじゃないですか。あれに近い。美味しい、美味しい。これは結構チーズもしっかり味がついてて、この淡白なクラッカーとだったらいい具合。地味。はい、やはりちょっとね、温度が上がらなかったの、いまいちのこれ。そうそう、あんまり多分、性能が多分マックスで発揮されてなさそうだったんで、湯煎でパラッと温めました。実際にじゃあ見てみましょうか。どんな感じか。基本はね、やっぱりこの袋のまま食べるもんらしいですよ。よいしょ。おー、美味しそうじゃん。中身はこんな感じ。なんだろうね、ヌードルって言ったからヌードルなんだろうね。細長いヌードルではないね。短い平麺、パスタ麺って感じなのかな。人参かな。食べてみます。いただきます。まあまあ、出汁感のはないですけど、あんまりね、旨味的な味はそんな悪くはないですよ。ちょっと塩を入れた方がいいかもしれないけど、どっちのソルトなのかな。普通の白色の細かい目の塩ですね。ちょっとね、入れたらいいと思う。 OK、 こんなもんかな。混ぜて食えば多分美味しいやつ。良くなりました。ごちそうさまです。結構ね、具材はしっかりゴトゴト入ってて美味しいですね。そういう点ではしっかりしてる。じゃあドリンクを飲んでみましょうか。このオレンジのやつ、ケミカルドリンク飲んでみましょう。なんかね、このセットだったらストローとか入ってそうな感じですけどね。意外と入ってない。ちょっとストローをコップに出して飲んでみたいと思います。いや、なんか想像できる味。よくある、おもちゃの、あれ、お菓子のドリンクの匂いだもん。まんま多分皆さんが想像する味と一緒だと思います。このよくある、そうそう、お菓子駄菓子屋とかにあるじゃないですか、粉溶かしてジュース作ろうみたいな、あれと同じ味。
ゲータレードの、そう、ゲータレードの味に近いかな、多分。このタブレットっぽいやつ、ガムかな、もしかすると。ガム噛むのかな、正常で。発火ガム、結構表面に粉が乗ってるガム、うん。で、塩はコーヒーにか、あとはもうコーヒーセットだけですね。で、ウェットティッシュ、まだ濡れてんのかこれ、わかんないけど、密封されてるから濡れてる、ちゃんとしっかりウェッティーなティッシュが出てきました。本当は食事前に手洗い拭くけどね、うん、しっかり濡れたウェットティッシュが出てまいりました。いや面白いね、機内食なんかよりかは上、いや一緒ぐらいかな、バラエティ的には上だけど質的には一緒ぐらいかもしれない。カフェ、インスタントコーヒーだと思いますよ、ただの普通のインスタントコーヒーだと思います。 OK、 溶けましたと。ではこのクリーマーですね、固形の多分クリームだと思う。ああそうっすね、クリープだね、クリープ、あの誰でしたっけ、藤原さんがやってるクリープだと思います。まあまあちょっと薄いけど、この量は多すぎましたね。普通のコップ、コーヒーカップのサイズだとちょうどいいのかもしれないです、分量的にね。これだと薄すぎた、だけど味はまあコーヒーですね、まんま。うん、じゃあ溶けきってなかった。うん、ということで今回はアメリカのレーション、非常食、非常戦闘食のナンバー3を見てみました。こんな感じかと思いました、僕は初めて食べたんで。なるほどという感じで、まあ、興味深かったです。あと2個あるんで、あれも開けて食べてみたいと思います。メニューがね結構20種類以上あるらしくて、まあ、1個1個見れたらいいかなと思います。あ、これ忘れてた、マチつくかな、ちゃんとね。日本の、うん、スナックとかであるマチと一緒ですね、全く。こうこするんだよね、こうやって挟んで、バッチリバッチリですね、バッチリつく。しかも燃焼も割と長そうな感じがしますね、気持ちかな。マッチもバッチリつきます。うん、面白かったですね、いろんなものがあって勉強になりましたっていう感じで、今回はアメリカの戦闘食のレーションメニューナンバー3を食べてみました。ではこれヒーターバッチリあったかかったですね、落ちてたら暖かくなってました。ちょっと時間を置かないといけない、ね、結構ね10から15分で書いてますけど、もうちょっと置かないといけないかもしれないけど、バッチリ機能しました、僕の早とちりでした、使いました。